これ、入社したばっかの時、2019年6月22日、午前中の7時59分に撮影したもので、で、まあ、会社、池袋本社で撮影したもので、これ、工数表、まあ、ポイントの支払い表というものになってます。で、ポイントっていうのは結局、給料に入ってくるんだよね。はい、そうです。ちょっと必ずチームになってます。メンバーとグループ数をつなげますので、ね、はい、こういうふうに言えよっていうふうに指示が飛んできて、そうですね、チームが聞いてる。そういうことね、はい、お客さんとか視聴者のトークを聞いてます。でそれで指示が入ってくる。それがまずい。それはこういう、それはまずいとか、こういうとか、もっといけ、もっといけとか、もうちょっと詰めたら取れるとか、そういった指示が飛んできます。今日集金じゃないんですよ。話だけ聞いてください。集金お金さえ一円も取りませんよ。っていうふうに、まあ、いうふうに、ということで指示を受けて。その指示は具体的に誰から受けた？デルリンクスの公益の本社部長だった方が、森川という、例えば口座が残高入ってないって分かってた上で、はい、やった時に支払い期間指定書は書いてもらう。書いてます。これは書いてる。書いてます。あ、支払い期間指定書書くんだよ。再開業務では必ずですね、うん、そうだよね、帳票はいらないんですけれども、うん、その支払い期間指定書というものがありまして、うん、お客様の方で、何年から何年までの期間を払うよとは別にお客さん言わないわけですよ、はいはい。なので僕らは一番ケツの方からか、はい、一番頭の方からかは、はい、まあ、選べるんですけれども、はい、まあ、大体一番ケツの方から、はい、取って、まあ、例えばじゃあ令和3年の、2月ケツっていうのは最新の方ですね。最新の方です。現代に近い方ですね。現代の方ですね。だから支払い期間指定書を書かないと、はい、実はもっと一番古いやつ、そうですね、になるのよ、はい、民法上そうなのね。だから指定をしない場合は一番古い債権ってなるんだけど、はい、指定すると直近のものになるんですね。ただお客様はそれ知らないので、僕らは、それにこう名前と住所と電話番号書いてください。で、僕らの方で、日付と金額を、溜まってる金額溜まって書いて、例えば、まあ、例えば一部集金の場合だったら2620円とか、うん、もうそういうふうに金額を書いて、はい、でお客さんに、あ、じゃあもうこれでこの2620円って何なの、あ、じゃあ次回引き落とされる金額なんですけど、まあ、入ってないんで引き落とされないですよね。あ、なるほどね。別に入ってないんで引き落とされないですよねでそこでこれはあくまで僕らは払わなくていいよって言ってるわけじゃないですよ、はい、払わなくていいよって言ってるわけじゃなくて、お客様の方で何らかの払えない事情があるから、はい、払える時になったらそこの口座にお金を入れて、はい、払ってくださいね。だけど僕らは待ちますよ、うん、それは1年経ったらその口座1回 NHK と切れちゃうんで、はい、また1年経ったら来ます。あ、その時に同じ口座でいいんでもう1回登録しておいてくださいねと。これだからリサイクルという会社とループという会社がやっぱりそれぞれ色が違うんだね。まあ、ただ僕らの方は、まあ、そういう、何度も要は同じパターンで毎年毎年やってるお客様のことを、まあ、調味の無限ループにはまってるお客さんっていう風に、言ってます。これね、このいわゆる調味のループに関しては、はい、最近じゃないの、これ報酬入れるの1年半前ぐらいじゃん、前、はい、2年ぐらい前でしょ、はい、もう来た時からこれ報酬になってた、いわゆるポイントになってた。ポイントにはなってます。なってた。一応ですね、うん、資料とか、ね、ああ、もちろんもちろん、一応入社した時に会社の、まあ、ちょっと今ね、弁護書になんて白い紙持ってくれ。これ、入社したばっかの時、2019年6月22日、午前中の7時59分に撮影したものです。で、まあ、池袋本社で撮影したもので、これ工数表、まあ、ポイントの支払い表というものになってます、はいはい、すごいね。で、これ、再開工数、まあ、例えば1工数につき 0.4 ポイントだよとか、うん、もう僕が入った時からこの再開業務というのはもうポイントで割り振られてる。だから再開業務の昔はね、再開業務も翌月あるいは翌々月の引き落としの成功がないとなかったのよ。そうなんですね。いわゆる口座に残高がなかったら、はいはいはい、ループができないってことですね。ループもできないし、はい、ポイントがもっと余らなかった、うんうんうん、ところがこれをすると時効が止まるから。そうなんですね。まあ、ね、で、分かりました。で、ポイントっていうのは結局給料に跳ね返ってくるんだよね。はい、そうです。もちろんそうですね、はい。で、ちょっとあと別の資料を見てもらうっていうか解説してもらおうと思うんですけど、はい、要はね、このループであったりとか、はい、当然払ってくれる人もいるじゃないですか、現金。そうですね、はい。この指示っていうのは、はい、どういう
そういうやり方を斉藤さんはどうやって知ったのか、どうやってやらされたのか、そこもすごい大事。入社してから、まあ、もちろん間もない期間というのは、新規の契約だったり契約変更の変更だったり、まあ、住所変更ってなかなか、教わったトークスクリプト通りに言えない時があって、現地に出る前に先輩方からロープレイングというものを受けるんですね、一緒に行くって一緒に、はい、で、まあ、必ずチームごとに、まあ、3マンセルだったり4マンセルだったり、必ずチームになってます、うん、そのチームの、一番リーダーだったり、まあ、そのサブリーダーだったり、そういった取れる人から、うん、まあ、こういうふうに言い回しでやるんだよというふうに受けて、まあ、あとは対策で出てるときはメンバーと Bluetooth をつないでいますので、Bluetooth ね、はい、なので例えば僕が何か言って、それじゃ取れないよ、こういうふうに言えよっていうふうに指示が飛んできて、まあ、それをもう普通にお迎えししてるというか、それをそのままバーって言ってるだけと。Bluetooth っていうのは、はい、いわゆる斉藤さんが喋ってるのを、なんか近くとかちょっと離れたとこ、そうですね、チームが聞いてる、そういうことね、はい、お客さんとの、いわゆる視聴者とのトークを聞いてます。斉藤さん、お客さんから見たら一人しかいない、そうですね。その2人の会話は近くの Bluetooth が飛ぶエリアの人が聞いてるんで、聞いてます。でそれで指示が入ってくる、そうですね、それはまずいとか、それはこう言えとか、それはまずいとかこう言えとか、もっといけもっといけとか、もうちょっと詰めたら取れるとか、そういった指示が飛んできます。ということはだから拒否してる、支払いを拒否してる人に対してももちろん行けっていうのが、そうですね、まあ、基本的にその再開のお客様ってまあ、明確に払いたくないっていうことで払ってないお客様が大抵ですので、ね、なのでその、まあ、ピンポン鳴らした段階で、あ、すいません、あの NHK から委託受けてるものなんですけど、で、うちなんか NHK なんか払わねえぞと言ってる中で、あ、すいません、あの今日集金じゃないんですよ、うん、ちょっと話だけ聞いてください、あの集金他に1円も取りませんよっていうふうに、まあ、いうふうに、うん、っていうことで指示を受けて、その指示は具体的に誰から受けて、そうですね、その当時、Nリンクスの広域の本社部長だった方が、うん、まあ、森川という、森川さんという部長ね、そうですね、はい、森川という部長なんですけれども、まあ、その部長を筆頭にですね、うん、まあ、その当時、役職者だったり、うん、再開業務についていろはを教わると、うん、部長さんとか他に肩書きで言ったらどんな人、まあ、広域で言えばですね、森川部長、はい、で畠山副部長、服部副部長で、その下に村田課長だったり、うん、まあ、その他に、まあ、主任が何人かいて、はい、まあ、あと一般社員と。なるほどね、だから、ね、まあ、Nリンクスといえば俺も何回か追いかけ回したことがあるんだけど、そうですね、当時いた伊藤君とかなんか辞めたのかな、そうですね、一応今、まあまあいいんだけどね、それは、はい、まあ、いやいや、ちょっと話すること思ってないんで、はい、要は、でも、まあ、上司と、いわゆる会社の上司であって、そうですね、うん、NHK の職員じゃないよね、じゃないです、じゃないよね、はい、ここはね、はい、もちろんその、僕らお客様からそのクレームがあったときに、クレームのその種類が2つあって、うん、会社に直接クレームが来たのか、うん、それとも NHK のふれあいセンターに直接クレームを言ったのかによって、ちょっといろいろ変わってきまして。うんうん、会社に、クレームが来た場合は、まあ、自分たち一人一人に携帯が対応されるんですけれども、まあ、スマホのラインワークスに、何時何分にどういうお客様から入電が来て折り返してくださいという内容で自分で折り返して、そこで、まあ、鎮火するというか、うん、そのクレームをなんとか二次災害にならないように、うん、まあ、言い方悪いけど言いくるめると、うん、で、NHK の方に直に言ってしまうと、NHK の方から、FOX というものが飛んできて、うん、で、指導してくださいっていう内容で来るんですね、うん、でそうなると、まあ、聞き取りだったり、うん、NHK の人が直接来て聞き取りをしたりだとか、うん、そういうことをやるんですけれども、その NHK の人っていうのは来た時に、いや僕らはこういうふうに言ってて、まあ、その今言った通りのことを言うんですよ、うん、でもお客さんが勝手に警察に通報しちゃいましたとか、うん、勝手に暴れ出しましたとか言って、一番最初に確認するのは、こちらに何も火がないよね、あんまりそれ詰めてないよねとか、うん、そんな勝手にドアノブ触って引いてとか、うん、ドアの隙間にバッグ置いてとか、そういうことやってないよねっていうことをまあ確認をして、うん、で、
まあ、こちらにその何も非がないよというところを、まあ、明確にさせるというところで、うん、まあそこら辺はちょっと今ねできたらもう弁護士法にちょっと絞ってやった方がいいと思うんで、ね、はいはい、裁判も戦いだから、そうですね、でだからその NHK の職員による、まあ、今回訴えてるのは NLX なんで、はい、あの斉藤さんは NLX を訴えてるんで、はい、NLX の上司の指示で十分なんですけど、はい、いやあの NHK を将来的に訴えていくとかっていう時に、そうですね、さ NHK がこれにどう関わってたのかっていうところをちょっとなんか知ってる範囲で知りたいなと思ったんだけど、その僕らあの入社したばっかの時に、僕が入社したばっかの時に、まあ、その関東の法人を全部集めて、はい、まあ、品川のホテルで、まあ、表彰式みたいなものを、はい、関東の法人っていうのは NLX 以外の法人もね、ですね、まあ、そのクルーガーさんだとか、はいはい、まあ、そういった他の法人を集めて、まあ、表彰式みたいなのをやったんですけれども、うん、まあ、タバコ吸うところがあって、まあ、ちょっとそこで他の法人さんたちと話してみると、はい、やっぱそのトークっていうのは、はい、その再開トークっていうのは、はい、やっぱどこの法人もあんま一緒なんですよね。あ、そうだ、そうです、そう、一緒なんです、一緒なんです、そうですね。で、このループの投球もやっぱ一緒ですし、そうなると結局じゃあその一番先駆者誰なんだと、それみんな真似してるわけじゃなくて、やっぱこれだけ他の法人が同じようなやり方やってるのは、まあ明らかに NHK が、まあ、そういう指示をしてるのか、まあ、ただ知っていながらもそのまま見てみないふりをしてるのか。あのそこは分かんないんですけれども、あくまでも作ったのはクルーガーだと思う、はいはい、でクルーガーにいたその社長、はい、まあ、栗林、はい、双子栗林君たちが出てそのノウハウを持ち出してる、うん、まあ、っていうことで NHK 自身はやっぱりそこはやらせてないっていうのはあるんだけどね、はい、